そっち向いたままで、そっち見ないように、見ないように越してたのよ。何がどう動くかっていうと、天井の一角が、ちょっと待って、うわーと、もうそんそう、春、桜が咲く頃というと、ちょっと思い出す話があるね。ああ、素敵じゃないですか。どんな話ですか。例によって例のごとく、薫に関わる話なんだけどね。薫さんね。うん。はい。やつの話はもう全部自由に使っていいっていうあれを取ってるので、いいんだけどね。薫さんって見てくれてるんでしたっけ。いや、どうかな、見てるかもわかんない。まあ見てるんだったらね、たまにコメントを一つもつけてくれると嬉しいかなとは思うんだけど。でも僕の勝手なイメージですけど、薫さんは見てても見てないっていうタイプじゃないかなと。ごめんなさい、ごめんなさい。わかってるね。うん。割と天の尺だからね、旦那大変だろうなと思うんだよな。まあ、でね、まだ彼女がいろんな旅行雑誌のライターをやったり、食べ物のフードライターをやったり、そんなことをしてた頃、なんだ、ファンキーなドーラでございます。パウチでございます。ゴーストコンテンツです。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。まあ、まだちょこちょこ彼女といろんなところへ、まあ、足を運んだり運ばなかったり断ったりなんだりしてる頃なんだけど、はい。那須の、あの辺、いい温泉場があるじゃない？はい、素敵です。那須のあるところにすごくいいその日本旅館があるんだってこういうわけ。うん。じゃあそこちょっと行こうよって言われて。はい。そうかって、なんかだけどお前だるくていろんなこと起きるからなって、そんなことをこう言いながらも、でも、あ、那須でもいいな。でも、海が近くねえから魚っていうあれじゃねえよなって、ブツブツこのこと一人言で言ったら、はい、何言ってんのって言うから、いや、俺、魚が食いてんだよ、旅行行くんだったらって言ったの。はい。そしたら、なんか川魚の美味しいのがあるとか、春だからいい山菜が、とか、おー、そっちかと思って、うんうん、いや、行くか、行くことになったさ。はい。彼女が来るの乗って、俺助手席に乗って向かってった、で、着いてみたら、そのまんまこう、たたずまいをこうポスターにできるかのようなね、素晴らしい景観で、周りももう、きちっとこう、整備、手入れが行き届いててね、本当に素晴らしい建物だったんだわ。はい。それでその入り口のところには杉玉ってのね、ありますね。うん。あんなのがこう、ボーンと下がってて、で、これよく酒蔵なんかでね、はい、こう、こんなの添えたりするよなと思って、どうやって救ってんだろうとかさ、そんなこと思ってたのよ。はい。で、まあその日、もちろん個別に、まあ部屋に風呂がついてるわけじゃないから、温泉にこう入って、で、食事、食事が終わって、部屋に戻って、部屋でビール飲もうよっていう話になって、俺は基本、ある程度疲労困憊してるところへ、プラス酒だと、すぐ寝るからね。これはもう、たとえ誰、相手が誰であろうが、例えば、岸田君とそんなことになったと同じ風になると、俺は思うんだよね、多分ね。岸田さんって政治家の。そうそうそう。まあ、その時もやっぱり、ご多分に漏れず、食べ終わって、酒飲んで、で、少ししたら、こうなっていったから、何、眠いのってから。え、だから言ってるじゃないか、俺もう本当にちょっともう疲れちゃう、寝ちゃうんだって、俺もう悪いけど、ちょっと横になるわ、って。なーにーって、一人でなんかコポコポコ、ついで飲んでる感じがしてたんだ。はい。すると寝ちゃったんだね。で、ふっと気がついたら、誰もいないの、部屋の中。おう。こんな野郎、一人でどこ出てったと思って、はい。いや、近くにね、ちょっとしたいい感じの居酒屋があったんだよ、なんか。だから、ここいいねって言ってたの。うん、うん、うんうん。そこ行かないで部屋で飲んだわけじゃん、はい、なのに人に行ってその間に行くかね一人でと思って、追っかけていくのもなんだかあれだし、まあいいや、このままもう横になって寝ちゃおうと思ってそのままこう横になってたんだけども、ふっと気づいたの、天井が妙にこうでしって言うなよ、よくなる天井だね、おい。天井板っていうのは、あくまでも天板を張ってあるだけであって、その上を人が歩いてるわけじゃねえんだよ、と思って。うんうん、まあ、あれでこれ、そこの天板の上、人が歩いてる手じゃねえかって思ったのよ。そのぐらい、木の岸本が、キメキメキメキと出すんだよ。なんだって、これ、
すごいなおい。もう真っ暗だから電気全部消して真っ暗になってるわけだよ。うん、その真っ暗の中でその音は気味悪いよ。そうですね。俺こう寝てたからね、こういう風にして。はい、でこのままの状態で、うっと目が覚めてるわけじゃない？で、こう見てるわけだよね。とテーブルがそっちにあって、そっちの方に足を向ける感じのところこう横になったんだね。うん、で、こう見てるの。何気なく、俺がこう、ひょいっと目をやった右側の天井の端に、なんかが下がってんのさ。なんか下がってるな。あれなんだと思って、暗いところでもって大仏の目が慣れてきてるところがあったから、こうやりながら、なんだあれと思って、このままの姿勢で見てたら、あ、俺さっきあれ見たな、あれ、ハエ取り紙だと思ったわけ。ああ、はいはいはい。この時代にハエ取り紙だよ。四角い箱下げるやつじゃないんだよ。本当のハエ取り紙、濡れた昆布みたいなやつが、はいはい、ベローンと下がったの。ね。大して虫はついてなかったけど、はい、あんなのピシャッとくっついちゃったらどうすんだよなって俺さっきすれば思ったんだったと思って、ハエ取り紙だわと思ったわけ。こっちこう向いてんじゃない、うん、この視界に反対側も入るわけだよ、左側の方も。はい。で、今俺、その右側の角に下がってるハエ取り紙を見て、ハエ取り紙、うちの田舎にもあったな、これな、俺よく頭くっつけたっけな、と思って、うんうん、そう思ってたら、こっちで何が動くものがあるのよ、はあ。何がどう動くかっていうと、天井の一角が、開いてくるんだよ。開く。と思って。で、目だけで、はい、こう、そっちの左側の方に俺、視線を走らせたんでね。本当にその天井の一角が真っ暗い中でなんだけど、その、さらにその、黒い部分が、ぐっと開いてくる。これも天井が開いてると思ったわけよ、俺、うん。うわ、開いてきてる。開いてきてる。やばい。いや、開いてきてるじゃんと思ったら、そっから、ゾロンってなんかができたのよ。で、俺、うわぁ、やばいと思って、金縛りも何にもなってない状態だからね。で、そっち向いたままで、そっち見ないように、見ないように越してたのよ、はい。そしたら、この俺の頭をぐるんと持ってかれたの。うわ。で、俺、もうそのまんま、もう、こうついてる、この肘も何も、こうなっちゃって、はい、で、こう見る感じになっちゃった、はい。そしたら、その、こう四角が空いたところから、逆さまに女がゾローンって、こっから上だけゾローンって顔出してんだよ。で、俺、うわーと、もう、その時のね、びっくりする、その声、たぶん、あれはないよ。リアクションない。うわ、うん、そしたら、なんとその、カオルの助手席だったんだよ。え、そうなんですか？そうなんだよ。これ、ここまで全部これ夢だったわけ。うわーって、俺のこの夢、まあ、オチじゃないけど、こう、夢に関わる、この手の話って、俺、いくつかある。多分ね、県民の皆さん分かってると思うんだけど、うん、本当にこれもそうなんだよ。で中でも実を言うとこの話ってのは割と俺昔からも話してる話で、はい、昔からこの話あ知ってると思ってる人も多分いると思うんだよね、うんうん、で俺がうわーって言って声にも出てたみたいでうわーって言って起きたみたいで、はい、何もうびっくりするしもう横で寝られてるだけでもなんかイラ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 してたのにって言うんだよ。そうだよ、それ思ったこと何でも口に出すんだよ。言っちゃうんすね。いや、お前、いや、悪かった。寝たのは悪かったけど、でもさっき俺、パーキングに寄った時に運転変わろうかって言ったじゃないかって。だけど、いい、大丈夫って言ったんでしょ、自分で。っていうの、いいじゃないか、横で。ちょっとぐらい。いや、それにしても、やっぱり夢だったなって言ったら、何もて怖い夢見たろって言うから。もう怖いなんつうもんじゃないよ、お前。ドラマ一本ドラマになっちゃうぐらいの、お前。尺で、お前、君のあれ、いい夢だったよって言った。あんたさ、もう本当にさ、少しそういうことから離れたらって言うんだよ。いや、お前よく言うね。離れたらって誰がお前好き好んで、お前ピピタッとお前その階段に寄り添ってるやついるんだよ、お前。そうじゃないだろ。勝手に来るでしょ、向こうから。ね？だからもう別に俺が寄り添ってるわけじゃないんだよ。向こうが寄り添、どっちかっていうとお前、向こうが寄り添ってきてる感じなんだから。それお前言う、あれだよ。ダメだよ、俺に言われたってって。なんか言う、しどろもどろなんてさ。そんなこと言ってたよ。はいはい。そしたらもうすぐだからねって、そこの竹林があるんでしょ？竹林の向こう側だからって。クラブって走ってって。その竹林の向こうのところに門構えがあって。そこからスッと左に入る。夢に見た建物なんだよ。ああ、そうなんですね。まるっきり夢に見た建物。ほんと杉玉があって。へえ。もう、ほんまんま。俺もうちょっと特徴的な旅館だから、ちょっとほんとこっちここで言いたいぐらいだけど、ああでそれ言っちゃうと多分分かっちゃうから。ああだから俺、いや、ちょっと待て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 
って、うん、何って言うから、いや、ちょっと待って、待ってくれって。いや、今、実はこれこれこうで、って言ったんだよ。うん、え？じゃあ何、もしかしたらそんなことになっちゃうのかなって言うから、うんうんうん、なっちゃうのかなって、お前、なっちゃっちゃ困っちゃうんだよ、お前。って言って、はい、それで、中入ってったら、まあ、結局予約もしちゃってるしさ、うん、もうキャンセルできないわけじゃない、はい、中入ってって、洋室ありますかねって聞いたんだよ。うん、洋室でございますか、いや、あるにはあるんですが、ちょっとグレードが下がりますが、みたいなこと言われて、はい、いやいや、もういいから、洋室にしてって言って、はあはあ、全然夢に見た部屋と全く違ってて。あ、回避したんですね。うん、だからもう俺、本当のこと言うと、その、泊まるはずだった部屋、ちょっと見せてくれって、ここまで出かかったんだけど、はいはい、でも階段的には見せてもらう便利だったよな、本当は。あ、まあまあ、そうですね。だって俺、本当にあの時、この部屋の中の様子って、俺、未だに覚えてるもん。大きな、こう、床間がさ、ドーンとあって、はい、その真ん中にさ、よく、こう、調度品なんか置くように、上に照明がついてる、うん、ちょっと凹みがあるんじゃない、はい、あそこに、こう作った棚があるんだよ。木で。こう。よくあるんじゃない、あります、あります。あんなのがあるんだよ。あ、いや、あ、忘れてくれ、今の。使いますよ。全部流しますよ。え、それでももし部屋見せてくれって言ってたら、その何者かがついてきてて、ああ、かもかも。体験してたかもしれないですね。かも。怖え。怖えな。ちなみにちょっと聞くんですけどねって言ったの。うん。ごめんなさい、洋室に書いてもらうという前提でお聞きするんですよ。はい、今回、僕らが泊まる部屋っていうのは、1階ですかね、2階ですかねって言ったら、1階でございますって。あ、ほら。ああ。ほら。いや、なんでもないです。ないです。そっか、先に体験して回避できるパターンもあるんですね。うん、珍しいパターンでしょ、だから。ね。いや、でも、どれいくら夢だとしてもやっぱりあんなの嫌だね。うんうんうん、それでも夢って思ってますけど、うん、別次元のファンキーさんの体験が流れ込んできてる可能性ありますよ。別次元、はい。幕宇宙だ。全部もう行ったり来たりしてます。出たな、幕宇宙が。恐ろしいだ。結局体験してるっていう可能性ありますよ。いや、俺ね、本当にその細かくその時の記憶が残ってる中の一つとして、はい、冷蔵庫を開けたら、うん、いい部屋だったっていうのもあるのか分かんないけど、結構大きな冷蔵庫だったんだよ。で、その冷蔵庫の中にビールが6本入ってたんだ。ね。で、その6本のうち3本が恵比寿で3本がキリンだったんだよ。もうそこまではっきり覚えてるわけ。で、俺、あ、恵比寿のもって言ったら、苦いから嫌だって言ったのよ、あいつ、はい。それで、あ、じゃあキリンにしようかって言って、トンと置いたじゃない、うん、キリンの瓶ってさ、イオンでこう、バーッとコーティングしたの知ってる？あ、知らないです。表面。これね、わかりますか？キリンビールって、キリンビールで作ってる瓶なんですよ。だから瓶にキリンって入ってるんですよ。あ、なるほど。でも、サントリーとアサヒは、あれ、汎用瓶なんです。ああ、だから、その、キリンビールの瓶っていうのは、直射日光かなんかの影響を受けないように、表面にこう、イオンかなんかのコーティングしたの。うん、ちょっとなんか、生めかしい感じのもの、キラキラって光ってんだ、表面が。その頃から始まったんじゃなかったかなと思うんだよ、確か。ああ、そこまで覚えてるこれ。キリンの瓶ってこれだったよな。ああ、そうなんですね。いや、そんだけはっきりっていうのは、体験して。幕中。うん。やばい。気がしますけどね。ねえ、だから二つの記憶を持つ男っていうのが実は俺の友達にいてね。ほう。小学校の頃に、はい、まあいいよね、これね。そ、怖い話ではないですか、うん、まあ、短い話なんだけどさ。うんうん、まあ俺、これは大人になってから友達になった男だから、うん、小学校の頃一緒ではなかったんだけど、そいつ北陸かなんかの生まれで、はい、俺、子供の頃変な記憶があるんだっていうわけ。うん、怖い話って言ったの？いや、怖くないんだけどね。うん、俺、記憶二つなんだよってわけ。ほう。二つしかないのって聞いたんだから逆に。ああ、そういうことか。そういう意味じゃねえよって。はいはいはい、はい。そういう意味じゃなくて、一、うん、つは、外国で生まれ育って生活してたっていう記憶があるんだよって。お、う、ぉ、ん。外国って聞くと、はい、なんかこう、欧米かなんかの広い芝生があってさ、はい、白い家があってと思うじゃない、うん、思いますね。どうも。東南アジアみたいなんでね。ああ、まあ外国なんだけど。いや、でも余計リアルですね。そうなんだよ、うん。それでその水がすごくあって、常にその船を使って生活してたみたいな。うん、でも、俺、そんなところね、この年になって、自分の記憶を紐解いてみても、大人になってからも俺はそんなとこ行った覚えがないんだよって。で、俺、お袋とかにその話をしても、あんたちっちゃい時からそう言ってるけど、うん、そんなとこ行ったことないよって。だけど、俺、こんなちっちゃい時からそこにいて、なんかすごくその、下水のような、なんとも言えないその匂いのする水で、うん、っていう俺覚えがあるんだよって。はぁ。うん。言ってた。
だから、それもだからもしかすると違う次元で、うん、ね、うん、ってことかもしれないね。ありえますね。ええー、そうなんだ。幕宇宙って教えてやろう、ほんと、やつに。はい。過去、現在、未来、全部同時進行ですから。ね。どこのが入ってきてもおかしくないです。なるほど。そうか、それ教えてやってなんか送ってもらおう。いや、もうその発想が。幕宇宙に置いてきてしまえ、その発想。チャンネル登録をよろしくお願いします。ファンキー中村パウチゴーストコンテンツ。チャンネル登録をよろしくお願いします。